パブロフスキー・ポサドの紋章パブロフスキー・ポサドは、ロシア・モスクワ州の都市で、首都モスクワからは西へ68キロメートル。丘川の左支流、クリア島川沿いにありボフナ川がここで合流する。またモスクワからウラジーミルを経て、虹にノブゴノドへ向かう鉄道が通る。人口は2002年国勢調査で6万1982人。 1910年代のパブロフスキーポサドの通り復活大聖堂の首労。聖堂本体はソ連時代に解体されたこの地にあった小さな村パブロボは1328年の記録に初出する。パブロボはモスクワとウラジーミルを結ぶ街道上にあり商業の上で重要で周囲一体は有名なイタリ生産者セセルギー大修道院の領地となっており、 17世紀半ばに国有地とされた。パブロボにあった集落は1845年にパブロフスキー・ポサドという町となり、ドゥブロボ、ザハロボ、メレンキなどの村を吸収して大きくなった。こうした複数の村にまたがる町の成立は19世紀のロシアでは稀で、地元商人が精力的で新種の寄風に富み裕福であったために成し遂げられたことであった。 当初から、パブロフスキー・ポサドは、繊維産業の町として栄え、とりわけショールの生産で有名であった。現在もロシア式のショールや、カチーフを生産している工場もある。19世紀半ばには、商人同士の争いも起こった。一方のグループは、元のパブロボの村にあたる、町の中心部に住む商人たちで、小儀式派の姿層派の信仰を持っていた。もう一方は、 近隣の村出身の商人たちであり、彼らも、また古儀式派の逃亡僧派の一派であるルシコフ派の、信徒であった。両グループの信仰の違いも、対立の一因となった。1840年、近隣出身のグループを率いていた、ワイアイラブ人とその親類らはあるルシコフ派から、ロシア正教会の主流派に属しながらも古い天礼を、 守るウェディノベーリエに改修し、政府にとっても望ましい勢力となった彼らが、対立グループを打ちまかした。ラブジンラの工場は、ロシア最大のショール生産工場となり、ソビエト連邦時代も継続して、生産を行った。19世紀末から20世紀初頭にかけ、豊かな経済や振興を背景に、多くの聖堂と修道院が、パブロフスキー・ポサドに建設されていった。 小儀式派が多かった19世紀半ばのパブロフスキー・ポサドで、聖教会の主流派の信仰を広めた、バシーリー・グリャズノフは1999年に成人とされた。繊維産業は、ソ連時代もパブロフスキー・ポサドの主な産業であった。ソビエト連邦の崩壊後の1990年代、工場の大部分は、株式公開され、格安で、 地元の実業からに買われていった。ソ連崩壊後のロシアの繊維工業は非常に低迷しており、アジアからの安い量の突然の流入が白車をかけた。このような中でもパブロフスキーポサドの工場にはニッチな部門へ進み生き残りを図るものもある。パブロボポサズカや工場は現在も伝統的なロシア式ショールや カチーフを生産し、ロシア唯一のショールの大量生産を行う企業となっている。他には、高い水圧に耐える消化ホースを生産する会社、ロシア政教の聖職者向けの衣服を生産する会社などもある。パブロフスキー・ポサドの古民家製新女費後、バシリエフスキー修道院は20世紀初頭に墓地の近くに建てられた。この修道院は、元は、 独立した聖堂であった、精神助被護堂お及び聖バシーリー聖堂の二つを取り込んでいる。それぞれ首脳もあり、すべてギロシア様式で建てられている。修道院の門には聖エ、アンドレー、ルブリョフ聖堂もある。パブロフスキー・ポサドにおいて、前身となる、村の時代から精神的な中心になってきたのは、ボフナ川の左岸にある復活大聖堂である。ソ連時代に、 聖堂は破壊され、大きな首労と祭壇の一面だけが残っている。その他三つの聖教会の聖堂と一つの小儀式派、聖教会の聖堂が町にはある。19世紀の工場、私博物館、ロシアのショールとカチーフの博物館、展示場などが、その他の見どころとなる。また町には、多くの古い家屋が残されている。ありがとうございます。